マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたは痩せてもお腹だけがポッコリなんでって思いませんか？そこでこの動画をご覧いただきますと、ポッコリお腹をすっきりさせる方法がわかるんです。あなたが一日も早くこのポッコリお腹なんとかしたいとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。ぽっこりお腹をすっきりさせる食事法について具体的にお話しします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜそもそもぽっこりお腹になってしまうのでしょうか、その原因と、2つ目、お腹周りをすっきりさせる簡単な食事法3選詳しくお話ししてまいります。では1つ目の項目です。なぜそもそもぽっこりお腹になってしまうのでしょうか、その原因が今回3つあります。1つ目、あなたの腸内環境が乱れているからなんですね。例えば便秘の方、下痢の方もそうですけれども、お腹の調子が良くない方っていうのはもうそれだけでですね、太ってしまうんですよね。例えば便秘の方なんかはもういつまでも腸内に食べ物の残り物があるわけですよね、便として。でそれが有害な、物質をこう出すわけです。それが結局腸壁がこう吸収してしまって、体中にその悪いものを運んでしまうわけですよね。そうするともう細胞の活動がもう低下してしまう、イコール代謝が落ちてしまって、どんどん太りやすい体質になってしまいますよってこと。いつまでもお腹にゴミを溜めたままだと、もう一向にいくら食事制限頑張ったとしても、いいものを食べたとしても、運動したとしても痩せる体質になりませんよっていうことなんですね。なので結局お腹だけがポッコリと、内臓脂肪がついてきやすくなったりですね、するわけです。なので根本的な原因、あなたの腸内環境を整えてあげることがもう大前提になってくるんですね。でそのためのお食事というのは、やはり痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちをいかに増やしてあげるかの前に、悪玉菌ですね、デブ菌たちをいかに排除することができるかって、ここもねすごく大事なポイントになってくるんですね。では2つ目です。自律神経のバランスが乱れているからですね。これもすごく良くないんですね。もうこの自律神経ってですね、もう簡単に崩れます。例えば寝不足でもそうですし、あとうるさい環境でこうイラッとしたりとかね、何かキーってなったり、もうそんなことちょっとしたことでもね、バランス崩してしまうんですね。あとは例えば寒いところから急に暑いところに入ったりとかね、匂いが臭いとか、そんないろんなこと、あとお食事もそうですし、もうそんないろんなことがですね、要因となっても簡単にこのバランス崩れてしまうわけですね。でその一つがやっぱり食事からですよね。添加物たっぷり入ったようなものをたくさん痩せるからといって召し上がっていると、もうもちろん太る、イコールこの自律神経のバランスが乱れてしまうからなんですよね。そうすると痩せるホルモンを作る機能が落ちてしまうわけですし、そもそも内臓が動かなくなりますからね、もう働きが悪い、もうコスパが悪いわけですよね。そういった状態を常に作ってしまってるっていう方はやはり太ります。なのでやっぱりお腹ぽっこりがなかなか解消できないっていうのは、もしかしたらあなたのストレスが関係してるかもしれません。そして3つ目、基礎代謝が低下してくるから。もうこれはね、誰しもそうです。もう私だってそう。もう1年1年年を取るわけです、どうかしたらね、毎秒ですよ。もうこの今一瞬一瞬が私がこれから生きていく中で一番私今若いですよね。この動画を撮ってるこの瞬間が私一番若いわけです。ということでこれは誰しにも言えることですよね。今が一番若いです。ということはもうどんどん先ほど1秒前よりもね、年を取ってるということで代謝がどんどん落ちますよね。そうするとやはり今までと同じように食べていては太ります。なぜかというと取ったカロリーを燃やす力が落ちるわけですから、もう数年前と同じものを食べる、同じ量で頑張る、もうそれはね、もう難しい、かなりその太ってしまう原因になるわけですよね。ですから年齢を重ねるごとにやはり食べる量とか質は見直していく必要が常にありますよということですね。ではどうすればいいかっていうと、今からお伝えする項目2番の食事法を取り組んでいきましょうということになります。ではここから2つ目の項目です。お腹周りをすっきりさせるための簡単な食事法というものがあります。今回3つお伝えしますね。まず1つ目は、
こちら糖質プラス食物繊維をセットで食べることになります。もちろんですね、もう糖質ってもう一番太るもとです。今やもうカロリーを気にするよりも糖質を気にしましょうというダイエット法が主流になってきてるぐらい、カロリー云々以上にですね、なぜ太るかというと、この糖質を必要以上に摂りすぎているからなんですね。もう糖質はもうとにかくね、脂肪に変わります。なので、まあ、主に白米とか白いパンとかうどんとかパスタラーメン、こういった真っ白い食べ物は極力控えていただく。その代わり白米の代わりに玄米、うどんの代わりに10割そば、真っ白いパンの代わりにライ麦パンとか玄米パン、こういった茶色いっぽいね全粒粉とか、そういったパンを食べるっていうだけでもだいぶ変わってくるんですね。ただし糖質は糖質です。じゃあどうすればいいかっていうと、糖質だけの単品を食べないようにしましょうということなんですよね。まあ、よくわかります。忙しいとね、まあ、ついついおにぎりパクって1個食べたりとか、パンパクとか、その単品食べる方って多いんですよね。それで空腹を満たしてしまうけれども、そうするとですね、血糖値が急上昇してしまうので、そんなに食べてないのにもかかわらず脂肪はどんどん溜め込んでいってしまう、ちょっと悪循環なんですよね。でその血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があるのが、このセットで召し上がっていただきたいこの食物繊維です。まあ、簡単に言うとネバネバ食品ですよね。海藻類であったりとか、オクラとか納豆とか里芋とかで、あとはお野菜全般ですね。あとはですね、やっぱりそういったのと一緒に召し上がっていただくと、血糖値の急上昇を抑えることができる。結局脂肪を溜め込まず済むから、お腹周りの脂肪もまあすっきり落としやすくなるということですね。なのでまずは太るもと、糖質をどうしても食べるっていう時は必ず食物繊維をセットで食べる、この食事法に切り替えていきましょう。では2つ目です。脂質を減らしてタンパク質を増やす食べ方をしましょうです。これはですね、あの良質の油とね、タンパク質すごく大事なんですね。これをいきなりその減らすっていうのも良くないんですが、ポイントはじゃあ痩せるために必要なタンパク質ですね。これ絶対マストです。そもそもタンパク質がないと食欲も収まりませんし、いつまでたってもね。しかもこの体を作ることができない、特に腸とか内臓を作ってる材料だってこのタンパク質ですよ。爪だって髪の毛だってそうですよね。なので絶対に良質のタンパク質は必要になります。ただしだからといってここでお肉ばっかり食べて、しかもそれがね、揚げ物とか炒め物とか、あのサラダオイル、サラダ油ですね、あれはダメな俺ですよ。ああいうもので炒めたり揚げたりしたものをいつまでも食べてしまうと、もちろん太ります。なのでタンパク質を摂るときはしっかりタンパク質を摂るんだけれども、そこの調理として使う油物ですねを極力抑えてあげるということですね。お肉だったら蒸してみるとか湯がいてみるとかね、そういったことですよね。そういった形で工夫される食事法を取られますと、余計なそのお肉の脂も落ちますし、脂質を、要は脂分ですね、取りすぎなくても済むという、こういった工夫も入れていきましょう。そしてもう大前提はですね、タンパク質のお話の続きなんですけども、やっぱり多品目、いろいろな食材をバランスよく食べるっていうのが一番大事です。そうすることで腸内細菌の種類も増えて、痩せ菌たちの種類が増えたらね、やはり痩せ体質に生まれ変わることができるからなんですが、まあ、いろんなタンパク質ってありますね。お肉、お魚、乳製品、そして大豆製品だったりとか、いろいろ卵とかあるけれども、おすすめはやっぱりダイエット向きなのは大豆製品です。こちらですね、もうまず腸内環境が整いますよね。もうお腹すっきりデトックス、そしてイソフラボンが含まれていることで、特に私たち女性にとって嬉しい女性ホルモンのエストロゲンと似た効果を得ることができるので、代謝を上げてくれたり、脂肪を溜め込みにくくしてくれたり、まあ、そういった効果があるわけですよね。でそして食物繊維も豊富、もうとにかくお腹に溜め込んだらダメですよ。古い食べ物をですね、いつまでもお腹に溜め込むってすごく良くないんですよね。もう結果毒素が体に回ってしまって、細胞が活性化せずに、まあ、太ってしまう、まあ、要は代謝が落ちる元は便秘ですよね。なのでそういったところもクリアで、なんといっても高タンパク質、低脂質、ね、カロリーも低くないし、コレステロール値も下げてくれるとい う、 もうこれは本当にね、優れたタンパク質源になりますから、ぜひダイエッターの方はいろいろ食べないといけない、
バランスも大事なんですけれども、一番の一押しはやっぱりダール製品になります。ではお腹をすっきりさせるための食事法の最後3つ目はこちら、脂質はオメガ3からです。もうここで間違っても油物はですね、サラダ油とか使わないでくださいね。まあ、調理向きなのは有機栽培のオリーブオイルを使うのがベストということになります。ただしもっといいのが、こういった良い油はですね、オメガ3を取る必要があります。このオメガ3は体内で作ることができません。ちゃんと食事から取らないといけないんですよね。でこのオメガ3系が整うことでですね、やはり腸内環境も良くなりますし、もう何よりも体の機能がアップします。でそこでおすすめの油というのがあるんですね。ではそのオメガ3系の油というのは何でしょうかということで、おすすめ2つあります。いずれもできれば有機栽培 JAS マークがついた良質の油を選んでください。で1つ目はエゴマオイルになります。必須脂肪酸のオメガ3を含んでいます。体内では作れませんが、ぜひねこのエゴマオイルをもうちょい足しで OK。 私は朝味噌汁に1滴2滴とか、納豆のタレに1滴2滴とかね、サラダにパパッとかけたりって、そういったちょい足しで工夫しています。だいたい目安は1日あたりティースプーン1杯程度で十分です。でそういった形のこのエゴマオイルを使われますと、あなたの腸内環境も整うし、なんと中性脂肪値も下げる効果があるんです。でもう一つおすすめはこちら、アマニオイルです。で特に女性の方はこちらもおすすめ、腸内環境を整えてくれます。なぜかというと、このアマニオイルを取るとですね、腸の炎症をまあ沈めてくれるんですよね。すごくいい。そして結果痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やす効果があるんです。そしてね、ポリフェノールの一種リグナンも入っているので、脂肪燃焼効果も高いですよね。で何よりもやっぱり女性ホルモンを整える働きがあるのがこのアマニオイルになります。でどちらも無味無臭で味もないです。すごく使いやすいですから、飲み物にちょっと入れたりとか、何かのおかずにちょっとかけるだけでも全然 OK。 ただし注意点、両方とも加熱してはいけません。なので炒め物とかね、そういったのに向かないので気をつけてくださいね。いつでも1日あたりティースプーン1杯程度で OK です。さあいかがだったでしょうか。今回の動画まとめポイントは、ぽっこりお腹になる原因とその対策法でしたね。そしてそのためには食事法を改善すること、今お伝えしました食事法3選全てできなくても OK です。今日はこれからしようかなってね、一つでもいいので取り組んでみてください。そして続けることがポイントです。そうするとあなたは体質改善になって、自然と痩せ体質へと生まれ変わることができます。私もしています。ご一緒に腸活取り組んでいきましょうね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても励みになります。でまた皆様からのコメントとっても嬉しいです。ぜひどんどんコメントもいただきますと嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。